こんにちは、トーマです。今回はガチャ引いていきましょう。今回はこちら、コロコロガチャラストチャンスということで、ちょっとね今更感はあるんですけど、こっちの弱いアカウントの方はね、まだ覚醒木の宮隆雄も切り札勝負 S も多分持ってないと思うんで、一応引いていきますか。でも A ランクとかのやつもアップしてるのか、アイコンもアップしてんの、マジでか。ただ金が出れば大体はこの2体のどっちかな気もするんで、30連貯めたんで引いていきましょう。今回あれですね、ミッションみたいなのがないね。いつもなんか超アップとかね、最後30連引いたらスキルの秘伝書とかよくあるけど、今回は何もなしということで、あんま引いてる人いないかもしれないね。おい、あーコロコロね。これB とか A ばっかじゃないの、コロコロはアップしてるとはいえ。大丈夫かな、そこまで気合は入ってないけど、最悪ゲットできなくてもいいっていうのはあるけど、ほらこれやばない、これやばい気がするな。ただ覚醒木の宮も大幅にアップしてるって書いてたんで、信じましょう。30連すれば出るはずなんやけど、ほらやば、コロコロガチャやん。これこそコロコロガチャやな。30連で金何回出るか見ていきましょうか。ちょっと待って、これやばくない？ほらこれやばいよ、予想通りかよ。こっちのアカウントもね、正直最近ちょっと生配信ではチラッと言ったんですけど、もうスコアタとかはね全然ランキング入れないんで、おどうでもいいか。やっぱね、通常ガチャカンストしてないとね、多少の妖怪は持ってるんだけど、技レベル3とか4だともう5000入れないからやばいんだよね。ただ通常ガチャカンストさせんのはなめっちゃしんどいんでね、やるかわかんないですけど検討中です。ちなみに今あれですね、今週の5000位は昨日の時点で確か1億届くか届かないかぐらいだったんで、もう現時点では多分1億ぐらいかな、ボーダーは。なので最終的にはおそらく1億4000万ぐらいなのかなっていう気はします。相当きつい、1億後半いかないとね、もうもらえないっていうね、金も出ないっていう。待って、これ9連目だよ。え、ちょっと待って、やばい、記録作るこれ。え、10連目金ゼロ、超アップって結構金出なかったの？超アップではないのか今回。ほらこれやみすぎでしょ、これやばいでしょ。 A と B とアイコンしか出ないやつじゃない。ほらえやばっ、これ30連して金ゼロだったらさすがにビビるよ。やばくないこれ。え、もう半分終わるで、金ゼロやで。ちょ待て、いや動画的にないわこれは。ちょ待って、本当に出ないんだけど。え、マジで出ないんだけど。全然関係ないけど、ピンクエンペラー持ってないわ。そういえばあのでけえやつ、でけえやつ持ってないから一応欲しいけど、そんなことより金が来ないよ。え、もう半分終わってる。ちょ意味わからんわこれ。え、これやばない？え、マジで来ないんだけど。え、もうあと10連ちょっとやで。え、やっと来た、やっと来た、19連目ぐらい。あー全然関係ないもん。え、これやばいでしょ。金が出たら関係なくてさ、他はなんかコロコロガチャのよくわからんやつが出てさ、え？やば。え、今20連したよね。え、20連して金1、クロー2。やばいやばい、全然今回ラストチャンスじゃないやん。いやこれは闇でしょこれ、こいつらしか出ないもん。いやこれはないわ。いや意味わかんねえわこれ。え、これ引いてる人いるかな。それはいるよね。でも
や、これ引いた人コメントでちょっと教えてほしいわ、さすがに。これ絶対でも俺はひどいよ。あ、こいつも出たわ。いや、こいつらは出るよ。 A ランク B ランクのコロコロは死ぬほど出るけど、結局この S ランクと SS ランクは出ない。なんだ、まあでも最終的に青パスが出れば勝ちだってことか。いや、もうだって、何これ、は？いやいやいや、なんとなくでもさ、持ってないよりは欲しいよ俺、言うても。え、でも何も言えないわこれ。あと4連やで。え、あ、これはいいやつか。あ、やっと来たよ、青パス青パス青パス。もう、モノマネしに来たんじゃないんだよ俺は。モノマネしに来たんじゃなくてさ、え、これ両方出ないんじゃない。いや別に切り札くんはそんないらないけどさ。え、しかも金2回だし。いや、これはないわ。いや、マジ今回回さない方がいいっすよこれ。まあ、30連で言うのもあれだけどさ、これひどすぎるわ。意味わかんないわこれは。え、もう終わるんだわ、ラストやでこれ。前回の確率アップの方が 100% いいやん。いやいやいや、終わってる。いや、終わってるわこれは。なんかもう30連捨てたようなもんやなこれ。13万5千捨てたわ。はい、ってことでもう何の見せどころもなし。ミッションもさ、報酬これもらえないでしょ。いやいや、ひどすぎ。はい、ってことでちょっとね、ひどすぎるガチャ結果だったんですけど、もし今回のガチャラストチャンスのやつね引いたっていう人は結果コメント欄で教えてください。はい、ってことでガチャ引きながらもね、軽くは言ったんですけど、まあ、こっちのアカウントも一応スコアタやりますか。まあ、どうせ入れないんですけど、もうスピーチ姫しかないからね、ヤマタン持ってないからね。しかも技レベル1だし、まあ、多分2万位とか3万位ぐらいだと思うんですけど、やっていきましょうか。多分スピーチ姫技レベルマックスでもきついレベルなんで、もう技レベル1とか論外だと思うんだけど、まあ、一応やっていきますか。参加するだけでね、8000枚ぐらい報酬でもらえるんで、ほい、サンフィーバー目指そう。カクメラがいない、カクメラがいない、2回言っちゃうわ。あー、まだいなくない、これやっぱりな。だいたい分かってきたわ、これ無理でしょ。あ、もうこれしょうがないんで、さっきスピーチ打って途中で角メラ打ってやつやな。まあ、ちょっとスコア下がっちゃうですけど、キラコマよりは後打ちしても大丈夫なんで。 OK、 300万ぐらいです。ほら300、これほんまギリギリやん。つなげない、つなげない、つなげにくい。よし、またカクメラが。オッケー、うまい、うまいって自分で言ってしまった。いけるかな、ギリギリやなこれ、微妙なとこやな。ちょっと間に合わないかもしれんけど、画面を、あ、これ待って、コマジロコマジロ、絶対コマジロが溜まってないって。うー、あー無理かもしれんこれ。これちゃんとは無理やな多分。これさ、6秒で打ち切れるスピーチ、これ打ち切れればギリギリセーフ。コマジロは無理か。
あー、打ち切れたわ。ただ絶好仮面打ち切れなかったけど、まあ絶好仮面はいいでしょ。これ1000万だから、やーべえ、2700万、助けてくれ。もう無理だわ。まあ今週はヤマタンいないしね、しょうがないんだけど、キラコマ使える週でも無理なんでね。やばくないこれ、4万位ぐらいじゃん。あ、そんなはいかないか。13119位ということで、まあこっちのアカウントは全然ですね。はい、ってことで、まあスコアターちょっとね、おまけでしたけど、ガチャですね。まああんまり今ね、コロコロガチャ引いて覚醒木の宮くんとか手に入れても、まあ、正直微妙なところはあるんですけどね。まあただね、妖怪とかコンプしたいっていう人はね、なかなか復興はしてこないと思うんで、今回のね、ラストチャンスのガチャ、僕は渋めでしたけど、引いてみてください。はい、ってことで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ。